稲尾の戦いは、工事2年8月24日に、現在の名古屋市日区で起きた戦いである。尾張国の有力武将である、織田壇上中華で起きた、織田信長とその、弟信行との家徳争いから起きた戦い。稲尾合戦、稲尾元合戦とも呼ばれる。稲尾は、尾張国加須ガ郡軍の庄内側に近い場所にある、地名である。稲尾の戦いを起こした信長と信行は、 織田壇上中華の織田の秀での子であり、実の兄弟であった。終わりした四軍を支配する、主五代で、清須織田氏の重臣たる、清須三武行の一人、という位置から頭角を表したの秀は、国内の分裂を制していったことに加え、領土の隣接する三河の松平氏や駿河の今川氏、美野の斎藤白とも争って、一代で、終わり国内外に勢力を拡大した。 しかし、信秀は、天文20年に休止し、後を着難で、名古屋城主の信長が継いだ。信長の道東道母帝である新行は、兄とは離れ、信秀晩年の居城である、末森城に居住していた。信長は1555年、尾張守護後の柴氏の権威を利用して、主筋の清須織田氏の海洋軍守護大、織田信友を滅ぼした後、尾張守護所であった。 清須城に移り、父の残した勢力を着実に拡大していった。しかし信長は、兵素から素行が悪く、うつけ者と呼ばれるほどであったのに加え、天文22年には森役であった、平手正秀が自殺する事件が起こった。家中の一部からは当領にふさわしくないと目されていた、と伝わる。こうした風評がある中、三河との国境の幼少の鳴海城を守っていた。 山口の立つが謀反を起こして、今川氏に寝返った。また1556年には、美濃で政変が起こり、信長の首都であり後ろ盾であった美濃国主、斎藤道造が、着死義立との戦いで敗死し、さらに、尾張上四軍を支配する、守護台で着流の岩倉小田氏が義立と手を結んで、敵対するなど、信長の周辺は、困難な情勢が続いた。 このような状況下で、信長では、織田壇上中華をまとめられないと考えた宿老の、林秀貞だとその、弟林三作守る、新行老臣の柴田勝家らが結託し、信長を排除して、家中でも評価の高い新行に家徳を継がせようとした。新行自身も、織田家代々の名乗りである、壇上中を自称し、信長の直轄領である篠木などを横領し、 鳥を構えるなどして、信長に対し反抗の意思を示した。弟らの不穏な動きは、信長の察知するところとなり、8月22日、佐久間森重に命じ、なぜかに鳥を気づかせた。そして8月24日、両勢力による稲尾源での合戦に至った。信長軍が清洲から南東の大井川を越えたところで、東から来た。 柴田軍と南から来た林軍との戦いが始まった。信長後期によれば、信長方の手勢わずか700人足らずに対し、新行方は柴田勝家が1000人、林修帝が700人の合計1700人を要していた。正午頃、信長軍の約半数が柴田軍に攻めかかったものの、兵力差に加えて戦上手で知られる。 柴田勝家への活躍があり、信長方は、さざまごはさまらおもだった家臣が次々に撃たれるなど、苦戦を強いられ、柴田軍が信長の本陣に迫った時には、信長の前に、織田正左衛門、織田信房、森義成と、槍持ちの中間40人ばかりしかいないという危機に立たされた。しかし、織田信房、森義成の両名が、前線に立って戦い、 清洲州の土田の大原という武将を返り討ちにするなど奮戦した。その時、信長が敵に対して大声で怒鳴ると身内同士の争いだったこともあり、柴田軍の兵たちは逃げていったという。勢いを取り戻した信長軍は、ついで林軍に攻めかかった。戦いの中、林美まさか守るが黒田半兵と切り結んで息が切れたところに、 信長が打ちかかり、槍で突き伏せて打ち取ったのをはじめとして、かまた進けむ、富野左京神、山口又次郎、橋本重三、角田慎吾、大脇虎蔵、神戸平四郎ら、新行方の主だった武将を含む450人余りを打ち取った。こうして新行方は、崩れ、敗走した。その後、新行方は、末森城、名古屋城に籠城した。それに対して、 信長は、領城の城下を焼き払った。廃将である信行は、信長と信行の母である、土田御前の取りなしにより除名され、清洲城で信長と対面して許された。また、信行方の有力武将であった、林秀沙と、柴田勝家、続きクランドも信長に謝罪、忠誠を誓った。後に、信行は、再度謀反を企むが、 すでに心業を見限って、信長に組みしていた老身の勝家に騙され、工事3年11月2日、信長が病に伏していると聞き訪れた、清洲城の北矢倉、天出次の間で、信長の命を受けた、川尻秀宝に暗殺された。なお、修帝は20年以上後の天正8年に、信長によって追放されているが、この時信長は、追放理由として、稲尾の戦いで、 信長に背いたことを原因の一つに挙げている。ありがとうございます。